ザラスト・オブ・アス・パート2は、ノーティ・ードッグが開発し、ソニー・インタラクティブ・エンタテインメントより2020年6月19日に発売された、プレイステーション4用ゲームソフト。ザラスト・オブ・アスの続編。文明の崩壊したアメリカで、父親のような存在だったジョエルを失ったエリーが、ジョエル殺害の実行犯である、女兵士アビーに復讐を果たそうとする物語となっている。 本作はゴールデン・ジョイスティック・アワーズ2022でゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。本作ではプレイヤーキャラクターを操作する中で金が人間に寄生したインフェクテッドと呼ばれる存在と戦う必要がある。そのために移動、登り降り、ジャンプといった動作がもともとあったが本作からは歩服前進ができるようになった。また戦闘中は 相手の攻撃をかわすコマンドも存在する。接敵した状態からだと相手の口をせいだり、止めを刺すことができる。シアトルで最古の劇場である、本作で登場する劇場のモデルとなった、パラマウントシアター。デザインや名称やロゴなどはやや異なるが、本作で登場する水族館のモデルとなったシアトル水族館。実際に、シアトル水族館の隣にある、 本作で登場する観覧車のモデルとなったシアトルグレートホイール。アビー編にて登場したスタジアムのモデルとなったルーメンフィールド。本作は序盤まではジャクソン。中盤から後半にかけてはシアトル。終盤はサンタバーバラが舞台となっている。主にエリーの視点と敵対するアビーの視点。2つの視点から物語が進んでいく構成となっている。 前作から5年後の世界。19歳に成長したエリーは、ジョエルと共に、彼の弟であるトミーとその妻のマリアが統治する、ジャクソンを永住の地として、隔離地域や他の居留地よりも、比較的安全な環境で人間らしい生活を営んできた。エリーは、感染者や略奪者などを警戒するための巡回のために、友人のディーナと共に、ジャクソンを出発する。 その最中、友人のジェシーが、ジョエルとトミーの安否が不明であることを知らせに来る。三人で手分けして、捜索をすると、エリーは、明かりのついた建物を発見する。その地下の扉を開けると、そこには、謎の生存者の男女グループと、気絶したトミー、拷問の果てに瀕死となったジョエルの姿があった。エリーは生存者の一部に抵抗するものの、取り押さえられた挙句。 ジョエルの死を目の当たりにすることになる。その後、気絶させられたエリーは彼女らへの復讐を誓い、グループらがいると思われるシアトルへと旅立つことを決心する。シアトルでの3日間をエリーの視点とアビーの視点で進行していく。エリー視点、エリー一行はアビーたちへの復讐のために、ディーナや馬のキラリと共にシアトルへとやってきた。すでに単身で到着しているトミーを探しつつも、 ジョエル襲撃の際にいたメンバーに一人ずつ復讐してゆく。二日目にジェシーが合流し、三日目に応援とメルに復讐を果たした後、トミーと合流する。アビーへの復讐が果たせていないながらも妊娠したディーナを思い、ジャクソンへ戻る計画を立てていたが、アビーの襲撃により、トミーを人質に取られ、ジェシーが銃殺され、エリーは窮地に追い込まれる。 アビー支店シアトルへと戻ってきてしばらく経ったアビーは WLF の基地に着いた際、ノラからオーウェンのことを聞き、さらにアイザックから近いうちにセラファイトの島を壊滅する計画を聞く。オーウェンの行方を探すため基地を脱走し、オーウェンがいると思われる水族館へと向かう途中でセラファイトに捕まってしまう。処刑される直前にセラファイトの子供、左腕を ハンマーで折られた姉のヤーラと少年のいでたちをした妹のレブに助けられ、二人を助けつつも逃走する。二人と別れた後、水族館にてオウェンを見つけるも、命の恩人であるレブとヤーラが気にかかるアビーは、翌日、ヤーラの手術のために、レブと共に病院にある医療道具を取りに行き、ヤーラの命を救う。翌日、 レブが母親に会いにセラガイトの島へと向かってしまったため、ヤーラと共に島へと向かいレブを連れ戻しに行く。島からの脱出の際に、ヤーラが死んでしまうも、レブと共に水族館へと帰還する。しかしそこには、エリーの復讐によって、無残な姿となったメルト・オー・ウェーンの姿があった。アビーはエリーが落としていった地図を手がかりに、エリーたちが拠点としている劇場へと向かい襲撃する。 月日が流れ、アビーから見逃されたエリーは、ジェシーとディーナの子供、JJ と共に幸せな家庭を築いていた。しかし、同時に、未だに、ジョエルの襲撃の時のことが頭をよぎってしまい、眠れない日々も続いていた。そんな時に、トミーが、アビーの新たな目撃情報を持って現れる。今の幸せを壊したくないエリーは一度は断ったが、すべてを終わらせるために、ディーナたちを置いて、 サンタバーバラへと向かう。時は少し戻り、アビーとレブは、オーウェンの船を使い、ファイアフライの元メンバーを探すために、サンタバーバラへとやってきていた。かつて常駐していたであろう、基地を見つけ、ファイアフライの生き残りと連絡を取って新たな情報を、エルモ・ラトラーズの襲撃に愛拘束される。その半年後、サンタバーバラにて、アビーたちの船を発見した、エリーの姿があった。 アビーとレブは、ラトラーズと呼ばれる武装グループに囚われていることを知ったエリーは、アビーに復讐を遂げるためラトラーズの本拠地に単身で乗り込み、感染者に噛まれたり腹部に重傷を負いながらも、壊滅させる。本拠地から離れた海岸で、吊るされたアビーを解放したエリーに、アビーは、もう争いは止めたいとこう。しかしエリーが、ナイフで、レブの命を奪うと脅したことから、 二人の戦いが始まる。一進一退の戦いが続くが、エリーはアビーの首を絞めて、懐中で溺死させようとするも、エリーはジョエルのことを思い出し、寸前でアビーを見逃すことを選択する。ディーナの家に戻ったエリーだったが、すでにディーナと JJ の姿はなかった。残されたギターを弾こうとするが、アビーとの戦いで二本の指の一部を失ったエリーには、 ギターを奏でることはできなかった。エリーはギターを置いて家を離れる。本作の舞台となったシアトルの海沿いから見える風景。シアトル特有の曇り空でゲームの世界観がわかる。ワシントン・リベレーション・フロント。アポカリプス直後に治安維持を担当していたシアトルの政府機関に反抗してできた私兵集団。宗教団体。人間の兵士を要しており。 状態異常をもたらす弓を使う者がいるほか、耐久力の高い巨漢タイプの兵士もいる。また、独自の口笛による連絡手段で WL 会以上に効率的な連携を行う。WLF ではスカーと呼んでいる。ジャクソン編で登場したジャクソン周辺の風景。グランドティトン国立公園のジャクソンホールから西を望んだティトン山脈。 ワイオミング州のジャクソン市の風景。エリー編のオープンワールドのマップ前後に登場したセルベナホテルのモデルとなったソレントホテル。エリー編のオープンワールドのマップで登場したキング群長者。エリー編のオープンワールドのマップで登場した独特なデザインが印象的なシアトル中央図書館。エリー編のオープンワールドのマップで登場した 川の向こうに見えていたポリクリニックマティソンセンター。サンタバーバラ編で登場したアビーとレブが訪れたコンスタンツ通り。終盤、エリーがトラップで負傷したすぐ後に戦闘シーンで登場したサンタバーバラ駅。サンタカタリナ島のアバロンの前景。特徴的な建築のカタリナカジノが目立っている。カルフォルニア州サンタモニカで撮影されたロサンゼルス地下鉄のエキスポラインで、 本作のラッピング広告がなされた電車ロサンゼルスのプラヤビスタで開催された本作のモーションキャプチャレコーディング風景。当初は2020年2月21日の発売予定だったが新型コロナウイルスの影響で延期され6月19日に発売された。アビー編で潜入したセラファイトの島で霧の中うっすらと見えていたシアトル市中心にある スペースニードル。週刊ファミツ六1646号のクロスレビューで、10、9、10、10の40点満点中39点で、プラチナ言動入りを果たした。本作は、賛否が分かれ、レビュー収集サイトのメタクレティックでは、評価による、レビューが100点満点中94点であるのに対し、ユーザーによるレビューが低い時には10点満点中3、4点となった。 またそのレビューの対象となったメディアのうち44件が100点をつける結果となった。以下、主な論点となったものと、その意見、影響などについて述べる。ありがとうございます。